お疲れ様です。お疲れ様です。前田さんは多分初めてなのでお名前を前田です。真奈美です。はい折り返しましたけど、どうですか。奥が深いそう、というのは、いや、これどういうことを普段やってるんですか、このワークショップ。結構最初体を、うん、見つめるところから始まる、うん、まあ、寝そべっていろいろ体がどうつながってるのかとかを見たりしてるのと、うん、であとは体をいろいろバラバラにして動かすことをやっているんですけど、いや、あとはその創作ですね、うん、発表会に向けた創作をやってるんです、うん、まあ、全部奥は深いんですけどか、まずすごい このワークショップで面白がられてる感覚、体の使い方の感覚をなんか掴むことがちょっと難しい、うん、あ、多分自然にやってたら同じ動きでも元々の自分の感覚のめっちゃ楽なので、うん、なんかすごいいろいろそこもつながる気がします。なるほど、確かにね。なんかある種の特殊な集中力というか、観察する視点を得て、それを使ってパフォーマンスに創作をしている。そうなんですね。なんかどこが難しいですか。その発見する技術的な面で難しいところとかってありますか。技術的な面でいう、むずいのは、そうですね、なんか例えば、うん、こっちの骨盤を横に出さずに、うん、そのままなんかこっちに曲げるみたいな。ああ、なるほどね。分節化するっていうやつですね。分節化するのが、普段しない動きですし、やっぱりこう、楽にやっちゃおうと思うと、こういっちゃうわけです。ここを動かさないと、難しい、うん。それがそのパフォーマンスにも最終的にかかってくる。そうですね、使えるし、逆にそれを無視することも結構できる。なるほど。正しく挑戦していくのが難しいですなんかちょっと変えてみようとかも思ったりするんですけど、なんかその瞬間に言われてたベースとかを忘れてしまったり、なんか結果正しく挑戦できなかったなとか思うことが結構あって、なるほど。その土台は土台でもらって、その上で自分のパフォーマンスをするときに、土台をちゃんとやっぱりやったままやる。土台とかルールとかが結構なんかマーブルになるんです。なるほど。なんかレベルの高いことを言いたいもん、ね、あと数日で行けるところまで、はい、手探りです、はい、頑張ってもらって楽しみにしてます。お疲れ様です。